おはようございます。速稼塾の久保です。今日も寒いですね。2020年が始まってもう3週間経つんですけども、やっぱりね、1月っていうのは新しいことを挑戦するのにすごくね向いてる時だなと思います。いろんな意味でね、きっかけがつかみやすいのと気持ちもパッと入れ替わりますんでね、年の初めに新しいことってのはあると思います。まあその中でね、やっぱりこう成功できない人と成功率の高い人っているわけなんですけども、まあ今回はね、それを5点ぐらいにちょっとまとめてみましたので、ここで、アウトプットさせていただきます。まずはね、先ほど申し上げましたけども、成功することがあんまりないなーって方っていうのは、とにかくね、新しいことを始めないんですよね。いつも同じことをやっていると。であとね、新しいことを始めるんだけども、始めるのが遅かったりするんですよ。でそういうことではいけなくって、何が今新しいのかっていうと、まあオリンピックっていうのね、マクロで見たらあると思うんですけども、その次に来るカジノってものにやっぱりこう注目してるかどうかってことなんですよ。これはね、カジノ場に出入りしろってことではないんですよ。カジノビジネスってものがどういうふうに動いていくのかとかね、どういう用地買収があるのか、どんな利権が動いているのか、それに対して私たちの住んでいる街ではどんなね、ものが開かれていくのかってことなんですよ。まあ、私が考えているのは、パチンコとかスロットとはまた別にですね、カジノってものが、まあ一種合法化するんではないかなと考えているんですよ。例えばオンラインカジノがもっともっとね、自由にできるようになるんではないかなって考えているんですよ。まあこういう情報発信をするのも新しいことを始めることだと思うんですよね。それから 5G とか 6G、こういうのも新しい分野だと思いますんで、それによって我々の暮らしがどう変わるのか、どんなビジネスが生まれていくのかってことを予測して、そういう情報を流していったり、自分自身がそのビジネスに取り組んでいったりってすることも、まあ新しいことを始めるっていうレベルなんではないかなと思います。その他のことってのは新しいことっていう風に感じられるんですけど、すごくごく個人的なことであったり、新しいとも言えないようなレベルの新しいことだったりするんで、自己満足にならないようにしていきたいなと思いますよね。それから2つ目なんですけども、始める前にもうすでにね、悩んでいる人、これもね、なかなかうまくいかないんじゃないかなと思います。悩むっていうのは何か行動してつまずいた時に悩むわけなんですよ。やってない時、もしくはやろうとしたんだけどどうしようかなっていう風な、こんなね、ハードルでつまずいてるようでは、まあ挑戦することがね、なかなかできないと思いますんで、始まる前に悩むんではなくて、もうとりあえず始めてみると、で走りながらいろいろ悩んでみるってことだと思います。案外ね、始めてみたらすんなりといくかもしれませんのでね。で3つ目、他人の批判ばかりをしてる人いますよね。他人の行動が気になったりとかね、他の人はどうしてるのかなっていう風に他の人の意見を求める人、自分の意見に由来せずに人の意見にすごく依存する人ってのは、これまたうまくいかないんではないかなと思います。で4つ目なんですけども、これ肝心なビジネス視点なんですけども、固定費を下げていかないことですよね。固定費ってのはゼロにはできませんけども、日々ゼロに近づけることができるんですよ。だから固定費が膨らんで当たり前みたいな考え方ってのは、まあ、早くね、リストラクチャリングですか、再構築しないといけないかなと思います。固定費はどんどん下げれます。電話代とかも下げれますし、電気代も下げれますしね、いろんなものが下げていけると思うんですよ。で固定費っていうのは変動費と違って、下げたら下げっぱなしになるんですよね。これがいいところです。食費ってのは固定費ではなくて変動費ですから、たくさん食べる時もあったりね、あまり食べない時もあるって変動するわけですよ。だからここを削減するのは大きな間違いだと思います。食費ってのは1ヶ月2ヶ月は食費削ることができても、また増える時ってのも来ますんでね、どうしようもないかと思いますね。で5つ目、稼げる稼げないっていうことと同時に節約ってものがありますけども、稼ぐ方法を追い求める以上に節約の方法を追い求めてるってことなんですよ。だから1万円を節約するのと1万円を余計に稼ぐの、どっちが簡単かっていうと、やっぱりね、1万円節約するのは大変ですよ。でも1万円余計に稼ぐ方はそれに比べたら100倍くらい楽だと思います。もう私はね、そういう発想で今までやってきたかなってことなんで、どっちかって言ったら節約は苦手な方っていうかね、あんまり意識してない方なんですよね。1万円節約するよりも3万円稼ぐっていう方法の方が、同じ労力なのに、やっぱりね、稼ぐってのは楽しいんですよ。節約って結構辛いんですよ。だからそういったこともありますんでね。以上お話したこの5点を気をつけながらやってみるといいんではないかなと思います。あ、ジュンさんおはようございます。それから余談なんですけども、中国武漢で新型コロナウイルスっていうのが発生してますけども、これがね、思った以上に大変ですよ。武漢の方ではまるでね、戦争が起きたかのような状態になっていて、街行く人がね、いきなりね、カメラの前で倒れたりとか、病院も収容がいっぱいになって、野外にね、白いテント、軍用のテントをいっぱい張ってそこで収容してるとか、それから処置が追いつかないので、本当にね、なんかこう放置されてる人もいたりとかね。これなんか新型化学兵器がなんか漏れたんじゃないかなっていうふうに言う人もいて、そう考えても怖いなというところがありますよね。で日本にもお二人の方がね、患者として今報告されているということなんで、これ以上ね、
感染が広がらないように願うばかりでございます。それでは、いってらっしゃい。